こんにちは。さあ、いよいよ、はい、今年の12チームの展望ラストです、ね、はいはい、中日、DeNA、西武、まあ、中日から行くけども、はい、今年やらなかったらちょっと立浪監督も危ないよね、うん、そのためにすごくオフを充実したような感じで、はい、まあ、外国人を取り、うん、いろいろしたけども、はい、これは俺は身になってくると思う。そうですか、プラスに、うん、まあ、それといくら打てない打てないって言ってもピッチャーが打たれたらもうどうしようもないわけよ、うん、でもピッチャーの補強に走ったでしょ、はい、これ二遊間出して大丈夫って、そうです、阿部と京田を出したけども、うん、でもその見返りに涌井と砂田を取ったよね、はい、でピッチャーの補強だよね、ナイス捨てて、でも打てないものは打てない、うん、居直った。それよりもやっぱスピードを取り入れようとした、はい、でルーキーの中でえらいスピードの持ってるやつを何人か取って、はい、まあ、ピッチャー涌井、うん、俺は10勝以上すると思うよ。あ、新天地でしますか。バンテリンで、あ、ただ打てないからな。そうなんです、まあ、そこが心配なんだけど、はい、ちょっと打ってくれたら涌井はバンテリンだったら10勝すると思うよ。その代わり他、はい、横浜スタジアムとかはダメだよ、狭い球場は。あ、そうで、あ、だからバンテリン専属で置いとけばいいんだよ。もうバンテリンの時は絶対に専属涌井投手と、ああ、だから大野だってそうなんだ、バンテリンでは強いけど他弱いっていう、だからやっぱバンテリンで勝てるんだよ、はい、ピッチャーは。だから涌井は俺は勝つと思う。おお、あ、じゃあ大きな補強ですね。そうそう、うん、あとは外国人、そうです、アルモンテ、はい、アキーノ、はい、取ったよね、はい、あの外野手、はい、この2人は打つと思うよ。おお、打ってくれます。いや、ただね、アキーノ、はい、はちょっと苦しいかもな。あれ、どちらか1名がなんか、一塁、アルモンテが一塁でしょ。ああ、一塁ね、はい、はい、シエドと、あ、まあ、そりゃそうだね、外国人の枠があるから、はい、それは使えないから、うん、でもね、おそらくライトに入るであろう外国人、はい、肩めちゃくちゃ強いし、パンチ力あるし、うん、だけど、このスライダーな、フォロー、くるくる回ると思うよ、最初のうちは。振っちゃうんですね。振っちゃうんだよ。うん、ただ、その立浪監督はもう振ってもいいと。いうふうに、いや、振ったらダメだよ。もうそこ妥協してどうすんだ。なんかとにかく、それはあれか、ビシエド選手に言ってたんですかね。あ、そう、うん、とにかくフライでもいいから上に上げろ。そこを打ったら打てないから一生打てない。そこは見極めなきゃいけないところですね。そう、当たり前だよお前。そこを振っていいからって振ったらブル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 もね、前飛んでいかないよお前。そうですよね、うん、だけど当たったらパンチ力あるし、あ、まあ、バンデリンでも十分入れるだけのパワーは持ってるから、はい、楽しみな外国人だよ、うん、足も速いしね、はい、隙あれば盗塁っていうこともできる外国人だから、うん、まあ、ちょっと守備が下手なんだよね、肩は強いけど、だからまあそこら辺がクリアになってくると、まあ、点も取れるという、はい、あとはやっぱりこうスタイルをこう変えようとした時に大胆になれるかどうかだよね。うん、例えばノーアウトランナー一塁で1点差負けてて8回9回、うん、相手の抑えとかセットアッパーが投げてる時に、まあ、いきなり走らせるかどうかだよ。これはね、監督やってたら多分ね批判が怖いんだよ。なんでアホみたいに走らせたんだってアウトになってって、はい、でもそれをやんないと勝てないよ、はい、それをやって初めて恐怖が生まれてくる、中日という球団に。うん、これは日本ハムが弱いけど脅威に思ってるのは一三塁を作られることなんだよ。ひっちゃかめっちゃかぐっちゃぐちゃやられるから。そうですね、相手ピッチャーバッテリーはやっぱそのぐらい居直ってできるかどうかっていうのが中日のポイントの一つだね。そうなんですね、うん、まあ、でも立浪監督もね本当にもう後がないっていうところもね背負ってきてるので、まあ、そうだね。で、まあ、立浪監督のその批判とか、うん、そういうことも立浪監督の耳に届いてると思うんだろうけども、はい、だからそれを怖がらないでほしいな、うん、チームを変える時っていうのは大体9割が反対するんだよ、はい、で1割が味方なんだよ、うん、でもそれを成し遂げた時には9割が味方で1割が敵になるから、うんうん、逆転するから、だから物を変える時、チームを変える時っていうのは批判覚悟で、うん、もう本当にね自分の思い通りにやってほしいと思う。もうそこは立浪監督の、はい、だからそれだけのやっぱセンスの持ち主だし、はい、怖がらないでほしいよ、うん、でも俺も失敗したら、はい、言うと思うけど言うと思うけど、まあ、そうでも俺の腹は改革して変えなきゃいけない時には9割が敵で1割が味方だって、う
やっぱもう言葉を投げとくからね。もうそうですね、そこはでも、成し遂げた時にはこれが A クラスに入った時には、9対1の9が味方で1割が敵。変わるんですね。変わるから、ね、変わるから自信を持ってやってくれ。そこはそうですね。いや本当に変わらなかったら、でやめてったら10割的だよ。全部が敵になっちゃいますもんね。そうですよね。そうそうそう。いやでも中日チームの中で多分中日が一番今シーズン本当に大幅にガラッと変えてくるというか。そうだね、よく動いたね。そうですよね、だから頑張ってほしいなと思うけどね、はい、まあ若手もまだまだ育ってもないし、でも岡林が一人育ち、はい、ね、今年は誰が育つんだろうっていう楽しみもあるしね、はい、一歩一歩だけども、チームは改革に向かってるよ。さあ続いて湯田さん、 DeNA です、はい、DeNA いいよね、いいですよね。どれを取ってもいいよ、投手もいいし、はい、野手もいいし、キャッチャー松尾が入ってくるし、はい、いいですよ。いいですよね。何の文句もない。でもいいと言いながら優勝あと一歩のところでっていうのは、これまあやっぱりね、桑原がちょっと率が悪かったんだよね、はい、出塁率も含めて打率っていうのが、はい、だからここら辺はやっぱり3割近い数字を残せるバッターだし、3割残したバッターだから、はい、出塁率3割7分8分ここら辺は保ってほしいなと思うよね、桑原選手。あとはもうバカみたいに繋いでくるバッターたちが多いからもう後ろ控えてますからね。そう怖いもんなしなんだ。そうです、ね、あとはオースティンがラインナップに戻ってくるか戻ってこないのかってはっきりしろって、そこどうなんでしょうか。いや戻ってこなかったらもういらねえって言ってやればいい。もう逆に本当にもう下も回ってこなくなっちゃう。本当そうですよね。いや本当に。いやだからオースティン選手がね本当に怪我だったりとかがそうだ、ね、ちょっと多いので、だからまあここら辺がラインナップに戻ってくると、はい、やっぱもう怖いものなしだよ。そうですね。ピッチャーはどうですか。ピッチャー今のが中心にな、はい、まあ、石田も先発戻ってきて、まあまあいい結果を残したし、はい、浜ちゃんもなんか立ち上がりも克服して、はい、まあまあ頑張ったし、大貫がね安定してたし、はい、あとやっぱ京山とか、ああいうところがもう少し投げてくれるとね、はい、いいと思うけど、まあ中継ぎはね男は黙って投げるだけみたいな、はい、エスコバいるし。そうですね、エスコバいるし、入江も中なのかなって思うけど、力があるし、はい、伊勢がいるし、はい、山崎康明が残ってくれたし、はい、だからいいことないんだ、もう優勝しかないだろうみたいな。そうですね、これで優勝しなかったらおかしいぐらいの。いやいや阪神がいるんだよ。阪神はね、DeNA の天敵だったんだけど、はい、まあ、最近ちょっとこう力関係が変わってきてたけどね、はい、ただ岡田監督になってどうなのかっていうこと。ああそうですね、矢野とやるときには戦いやすかったかもわからないけども、うん、岡田監督とやるときには戦いにくいチームになってる可能性はあるよね。ああだから他チームとの兼ね合いもあるんですね。兼ね合いあるな、新岡田監督って、だからもう俺はもう今年言っとくけど、正月早々、はい、DeNA が優勝だ。おお、2位が阪神。2位阪神なんですね、そこはもうゲーム差しもう僅差でってことですか。もう僅差だ。おお、じゃあ3位がヤクルト。まあそうなってくるかな。可能性はね。可能性は。おお、やばいな、みんな強いな。だって巨人もね、変わってきてますし、ね、巨人はね、やっぱ投手力がちょっとな。あ、まあそこですね、まだ、まあ、戸郷、菅野、まあ、やってくれるだろうと思うけど、3番手に誰なんだっていうようなね、まあ、外国人が来るのかもわからないけども、まあ、そこら辺は、まあ、どういう編成になってくるのか楽しみだけどね。そうですね、まあ、でも DeNA がまあ今のところの優勝候補首位、1位な。そうですね、でいいんじゃない。おダメ、いやいいと思います、いいと思います。さあ最後です。はい、西武です。やっぱ隅田だよね。あー気になってくる、隅田、佐藤、はい、この左コンビ、はい、これがやっぱこうブレイクすると結構な優勝争いしてくると思う。あとはやっぱり野手では若林、はい、やっぱ足を使いたいよね、こういう選手たちが復活できるかどうかだよね。うん、森選手抜けちゃいましたが、あ、古賀がおる。あ、じゃあそこは大丈夫ですか。多分大丈夫だと思う。うん、いやそれはあのバッティングをすっぽり抜けたんだから、はい、それは痛いよ、うん、痛いけど抜けたものをずっと考えてて、あ森がいないって泣いてる暇ないじゃない。それはもうしょうがないよ、うん、もう割り切って割り切る割り切る、うん、あと平
田投手がその中継ぎからその先発に行こうと、はいはい、まあそれは球団としたら、はい、その中継ぎで平がいてくれると安心感はものすごくあるよね、うん、だけど一ファンとすればさ、野球ファンとすれば平がそういうふうなことをね言って先発になって投げるだろう、おそらくローテーション入ってくるだろう、うん、そうなったら何勝するのかさ、はい、見てみたいよ。まあ、そうですね、あのいやこれは楽しみでしかない、俺はね。そうすると今までこの盤石だった中継ぎっていうところに多少の不安っていうのは、まあそれは一人抜けるわけだから、うん、ただまあ量はいるからね、質は別として、はい、まあそれなりの投げれるキャリアを積んだ選手たちはそこにはいる、はい、平が抜けたからって言ってガタガタになるかっていうとさ、うん、そうではない。うん、だからそれは大丈夫だと思うんだけども、はい、だから平が何勝するのか、で打線の中で若林がどういう機能をしてくれるのか、うん、あとやっぱ殿崎がもう少し頑張らなきゃいかんな、はい、殿崎がやっぱこうちょっと率が落ちてるし、うん、一時期よりね、はい、まあ、山川を中心に、うん、山川の前に何人出すかだ。そうですね、もういつも山川の前で満塁だと、はい、もう優勝しちゃうよそうですね、それでホームランってそうだよ、そうですよね、ホームランパー40発打つわけだ、なあ、はい、そのぐらいの意識を持って下位に行くと、下位は誰が打つかわからないけど、はい、下位ではあんまり点が取れない、もうとにかく山川、まあ、外国人なのか、この上位 1,2,3,4,5 ここで点を取り切れるかどうかってい う、 もう野球をやってほしいね。そうです、あとベテランの栗山選手だったり、例えばおかわり君、中村武也選手なんかも、うんうん、まあ、レギュラーとしてはきついから、うん、もう年齢的にね、うん、たまに先発、うん、たまに DH、うん、たまに代打、はい、っていうような感じだよね、使い方とすればね、はい、だからそこら辺がこう、うまく合ってくればいいけどね。そうですね、うん、あと松井新監督に変わります、はい、このあたりどうですか。まあ、野球は変わるだろうね、うん、辻監督はねものすごい辛抱強かったと思うんだよ、はい、で松井和夫はせっかちだからやっぱ足もなかったし、いやもうせっかちカチカチ言ってるからそうなんです、ね、いやいや本当に多分ね、あの手はせっかちだよ。おお、うん、辻監督は粘り強く、もうこんなもん表情変えちゃいけないみたいな感じで耐えてたけど、はい、松井和夫は俺はせっかちだと思う。もうあ、じゃあスパスパスパッといく感じなんですか。もうピッチャー変えるって言ったらもうスパーンといくよ。で違う名前言ってるタイプだよ。ちょっといやいや本当に違いますか。えみたいな、おえ俺かみたいな、ブルペンで座ってたやつがこうやっていきなりこうやって投げ出してそんなせっかち、まあまあまあ多分せっかちなタイプだよ。はい、で野球もより例えばまあね、あの走攻守揃ってた選手なんで、よりスピーディーにこう変わってくるのかなっていう。まあそうだね、うん、とにかく仕掛けてくると思う。はい、多分仕掛けの好きな監督だと思う。もう楽しみですね、そういったところ見るの。いや本当に本当に、うん、だから日本ハム対西武とか仕掛けまくりみたいなわけわかんない、わけわかんなくなって、スコアブックなんかもぐっちゃぐちゃになってるなる、まあ、可能性はあるよね、はい、でも西武もやっぱりこう隅田と、うん、まあ、佐藤、はい、まあ、昨年の1位2位が、うん、あの活躍してくれれば、はい、俺はいいと思うけどな。でも西武は変わってるな、お平がいきなり言い出したりだとかはい、森が飛び出していっちゃったりとか、はい、今井が11番から背番号変えてくれっつって、うん、みんななんか髪の毛なんかこんなになってるっつって、まあそうですねなんかあるんですか、なんか個性すごいよな。で若林が怪我明けで、うん、帰ってきたと思ったらひげ面でこんななってるしえどうなってんだみたいな。そうですね、個が強い選手がやっぱ西武ってなんか集まる、面白いよね。面白いです本当に。まあ松井っていうのはなんか若大将みたいな感じだから、はい、松井の野球についていってほしいよな、うん、そうですよね、うん、さあこれで12球団の今年の展望が全て終わりましたが、はい、うん、これからまたキャンプも始まりますし、そうだよ、ね、またキャンプ後にやりましょう。当たり前だよお前こんなお前これが全部正解ですよなんて言われたらさどうだ、たまったもんじゃないよお前、動き出してもないのにそうですよね、なあ、それは皆さんも納得しないと思うし、そうですよね、だから今のを見たのを踏まえて、あ、だからいろいろ取材を兼ねてね、はい、今年がキャンプ行けるのかどうかわからないけども、うん、はい、12球団テレビでもうやってるからね。そうですね、だからそういうのをチェックしながら、はい、またちゃんとした報告をね、はい、まあ、しますので、はい、ね、ここら辺は正月のお年玉ということで、そうですそうです ね、 ね、
あの見ていただければそうですそうです、はい、お年玉的な感覚でちょっとほろ酔い気分で見ていただくぐらいの方がちょうどいいかなと思います、まあ、今年もね、はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、はい